我々も、ツアー終了後ですね、早速代表のミーティングを行いました。で、まあ、今後もこのミーティングっていうのは継続していきたいなと思っています。で、まあ、ぜひフェーバス宮城としてですね、何かアクションを起こしたいなと思っています。一番のその最終的な論点になるのって、じゃあただで行くような、ただだからこそ行くような、まあ言ってしまえばちょっと意識が低いような学生が被災地行っただけで変わるのか変わらないのかっていうところがあると思うんですね。で、我々多分我々側としてはそれは絶対変わると思ってこれをやってる。で、実際やっぱり自分は変わったと思ってます。やっぱり現地の方のお話を聞くと、やっぱりみんな表情がもう違って全然違ってくるんですよね。でその後でダイアログっていう形で、まあ、みんなでそう思ったことを共有し合うんですけど、その量もですし質もですし全然もう違うのかなと思って、本当にかなりもうみんな、自分ごとにして考えていたなとは思ってるんですが、まあ、とはいえやっぱり人間なので、これを普通にほっといて1ヶ月その気持ちが続くのかというと、まあ、そうではないなと私は思っているの で、そこを継続させる仕組みを作るのがこれからの私の仕事なのかなと。むしろまあそこがかなり重要になってくるのかな。まあ、しかるべきタイミングで、まあ、例えばミーティングを行うであったりとか、まあ、他に、まあ、何かしらそのモチベーションを続かせるような何かっていうものを今後どんどん考えていきたいなと思いますし、まあ、その組織作りもですし、まあ、そういったところを考えてますね今は、はい、と彼らが印象的だった、でもやっぱり初っ端ですかね。あの大槌町で東梅さんの語り部の方のお話聞いたんですけど、それまであのバスで仙台から大槌まで移動して、でそれから東梅さんのお話だったんですけど、まあ、この仙台から、大槌までの道中って、まあ、一応そのなんで参加したのかっていうところはみんなで共有し合ったのですが、まあ、自分がこういう人間なので、まあ、バスの雰囲気としては、まあ、そこまで堅苦しくない、どちらかというと和気あいあいとした雰囲気でやっぱりまあ進んでたのが、やっぱりその東梅さんのお話聞いてからはもう空気のピリピリ感がもう全然違ってきて、やっぱその変化の幅っていうところでやっぱりその初っ端が一番大きくてかなり印象的でした。もう一個同じぐらい印象的だったのは、最後にじゃあこの後どうしていくかみたいな話になった時に、参加者の方からミーティングしようよとかサークルにしちゃおうよっていう話が出てきたんですよね。やっぱり正直自分はそこまで考えれてなくて、いわゆるサークルなんにしようなんて全く思ってなかったので、まあ、参加者からその声が出てきたのはすごく嬉しかったですね。でかつ、はい、本当に嬉しかったですね、はい、いやそれはもう正直今の時点で成功かどうかわからないと思っていて、さっきも言いましたけど、やっぱそこからアウトプットできてやっと成功だと言えると思うので、もうこれを成功させるためにも、まあ、まずその地盤はできたと思っているので、これを成功に持っていくように頑張っていきたいと思います。